公立諏訪東京理科大学は、長野県知野市豊平五千の一に本部を置く日本の公立大学である。2018年に設置された。大学の略称は、理科大、諏訪理科大、諏訪東、理大、諏訪理科。2002年に、学校法人東京理科大学が開設した諏訪東京理科大学を前身とする。2018年に、 公立大学法人公立諏訪東京理科大学が設立され同法人を設置者とする公立諏訪東京理科大学へ移行した。設置者の学校法人東京理科大学は2014年初に東京理科大学、山口東京理科大学、諏訪東京理科大学を組織改革し入学者数が定員割れを続けていた山口東京理科大学は 公立大学法人化を立地自治体の採用をの出しと協議し、2016年の公立大学法人化を12月に合意した。長野県は長野県短期大学を2018年4月に4年生、大学化する準備を進め、県内の私立長野大学は2014年3月に上田市へ公立大学法人化を求める要望書を提出するなど、長野県内は 大学改革が活発化していた。学校法人は2014年4月に入学者数が定員割れを続ける諏訪東京理科大学を公立大学法人化する方針を示し、2015年9月に地の市へ公立大学法人化を求める要望書を提出した。諏訪東京理科大学は地元自治体の誘致と協力によって開学した短期大学を前身としていたが、 2006年度以降、入学者数の定員割れが続き、2015年度の入学者は定員300人に対し214人であった。財務面も厳しさを増し、2014年度末の累積赤字は約16億円であった。少子化と学生定員割れで、今後の大学運営は厳しいと判断した。効率化により、総務省から運営交付金が受けられ、 設置主体の地方自治体に地方交付税交付金が配分されるが、これらの収入が私学助成金を上回り、授業料を他の国公立大並みに引き下げられると判断した。学生、父母保証人の負担を軽減し、学生数を確保するとともに、地域の高等教育機関の維持と活性化を図った。地野市は県に効率化に向けた協議への参加を求め、安倍森和知事は、 長野県議会9月定例会において、高等教育の振興を重視する立場から、県としても積極的に協議に参加すると表明し、効率化に対し積極的な姿勢を示した。県立大学科を想定していた学校法人側に、安倍知事は翌10月に県立以降は困難との認識を示した。学校法人と知の氏は、 諏訪公益連合による一部事務組合を創設し、学校組合を設置者として、公立大学法人化を進め、運営は県に支援を求めて、諏訪公益連合各自治体からも前向きな姿勢が示された。公立移行後も、本校の東京理科大学との連携は維持。また、学校法人側からは、公立移行時に合わせて、学部学科を再編し、 工業系単科大学に改祖する構想も示された。長野県の大学収容力は長年全国最低であり、2016年度には16.5%であった。県にとっては若年層の県外流出を防止するため、県内高校卒業者の県内大学進学率を上げることが喫緊の課題となっていた。 特に、長野県内の大学には、理工系学部学科が少ないため、県内の理工系学生の県内大学進学の、道を広げ、地域社会に貢献する目的もあり、実際、地域密着型の工業大学として、長野県駒金工業高等学校や長野県岡谷工業高等学校と校内連携協定を、締結するなどしていた。2017年11月24日に、 文部科学省と長野県より、諏訪広域公立大学事務組合を設置者とする、公立大学法人の設立が認可され、2018年4月、公立大学法人に移行した。長野県知野市と平五千の市と平,平キャンパス A 市のタイムズが公表する大学ランキングにおいて、2021年版では、ジャパンユニバーシティランキングス2021-201。20 インパクトランキングス2021-1001となっている。学部2017年度入学生まで2013年度、入学生まで大学院11月に新風祭と呼ばれる学園祭が催される。工学武器械電機構学科の星野優教授が玉型車輪のオムニライドを開発した。オムニライドは重心を傾けることで方向転換し、 上り坂や下り坂でも姿勢が水平のまま動く次世代型の乗り物である。座りかブランドと呼ばれる創造事業がある。座りかブランドは山岳校が連携して地域課題を解決することを目指す事業である。主力事業は小林誠二特任教授が研究開発している無線通信技術を使い、登山者や認知症患者の位置追跡、しか通知システム、 河川やため池の水位系、農業や畜産業における温室度計の通知システムである。地元企業等と協力し、地域が抱える課題の解決や、最先端の技術開発を目指すのが、地域連携研究開発機構である。ものづくりとことづくりとマネジメントを融合した、研究の中での人材育成を通して、地域と国の発展に貢献しながら、 公立すは東京理科大学の教育、研究力の向上につなげることを目的としている。また、地域連携研究開発機構には、以下の4つのセンターが付属している。地域からの要望や課題を、地域の方々と教職員、学生が共同して取り組むスペースとして、キャンパス内に地域連携プラザを整備しており、学外からの様々な依頼事項。 地域情報等を総合的に受け付けることを目的としている。NPO 法人諏訪県ものづくり推進機構、市や県の商工会議所、地域金融機関、中央官庁など多くの機関や企業との連携のもと、新事業、新技術創出の促進や経営革新活動の推進を通して地域への貢献を果たすことを目的としている。広大連携実習。 セミナーハウスを利用した体験プログラムなど、高校教員との意見交換等を実施するとともに、高校側からの様々な要望にも対応し、高等学校教育と大学教育との円滑な接続と移行を図ることを目的としている。社会との結びつきをより強く意識した研究、教育を続けており、幅広い講師陣による専門分野や得意分野の出前授業、公開講座、 サイエンス夢合宿などを地域住民に提供することを目的としている。山岳校が連携して研究開発を行う創造事業。大学関係者出身者長野県2番目のエリア放送地上一般放送局の免許を取得し、諏訪東京理科大学エリア放送の名称でワンセグ放送を実施している。校内に地上一般放送局1局が設置されている。 ありがとうございます。